ございます。おはようございます。よろしくお願いします。自宅で出迎えてくれたのは、札幌市内で暮らす平田さんです。現在24歳の女性ですが、主人格の圭一と申します。2年前、かつて多重人格と呼ばれていた精神疾患の一つ、解離性同一症と診断されました。年齢性別の違うさまざまな人格が現れます。今変わりますね。おはようございます。別の人格に変わりました。これは一つの体でいろんな人生を生きてる感じが強いですね。解離性同一症 DID、 発症の原因の多くは幼少期に受けた虐待やいじめなどのトラウマです。長い間トラウマを受け続けると、もともとの自分の心を守ろうとする人格が生まれ、さらにその人格を守ろうと人格が増えていくといいます。現在は実家で父親と二人暮らし。主人格の圭一さんは5年ほど前に生まれた人格です。人格さんは全部で何人ぐらいいるんですか？何人いるんでしょう。それこそ増えたり減ったりするんで、でも以前確認した時点では確か16ですね。毎日持ち歩いているノートには、どの人格が何時から何時まで活動していたかが記録されています。4日間同じ人格の時もあれば、女性であったり何人かが混在していたり、さらに自分でもわからない人が出てくることもあるのです。圭一さんには記憶を共有できる人格とできない人格がいて、普段は情報共有をメモなどに残しています。しかし情報共有ができていても、急な人格交代による体調の変化は理解されず、仕事を辞めざるを得ないこともありました。今は障害者手帳を持つと利用することができる施設に通っています。最近は安定しているので、大体交代するのは目が覚めた時ですね。事業所に行く日を訪ねてみると、この日は年齢は20歳、男性のナギさんが出迎えてくれました。お願いします。カラオケ大会してたね。これ自分はこういう性格ですとか、はい、なんかそういうのってありますか？元気元気やる気ないっていつも自己紹介しよう。作業所では人格ごとに得意な作業をしていて、なぎさんも作品作りに取り組んでいます。今日はけいさん、いや、なぎ、あ、違う、なぎさん。事業所は解離性同一症に理解のあるスタッフがいて安心できる場所だからこそ出てきたのが、さくちゃん6歳です。ハイハイで移動し、子供らしい甘えた表情を見せます。可愛くて仕方なくて、よく飴あげたりとかしちゃうんですけど見た目から違うので、雰囲気でなんとなく分かるようにはなってきました。お昼過ぎ、何やら一人つぶやき始めました。なるが、人前で交代するのが嫌だから、カメラ定点とかで置いて誰か派遣なら交代してもいいって言ってます。なると呼ばれたのは別な人格の一人。なぎさんとなるさんは距離が近く、頭の中で話すこともでき、交代もしやすいと言います。一旦我々は離れます、はい、ありがとうございます。笑顔で手を振ってくれたなぎさん、一人になるとそっと目をつぶりました。そしておよそ1分後、
どうぞ。ちょっと暑いんで一枚脱いでいいですか。交代して出てきたなるさんは年齢が24歳頃、性別は男性です。元気いっぱいのなぎさんとは対照的です。自分が解離性障害ってあまり思いたくないですね。それはなんでなんでしょうね。自分の人生を自分で歩めないからですかね。だってこんな体じゃなきゃ何普通に働けてたじゃないですか。平田さんは月に1回程度病院に通っています。治療の方針は人格たちの統合ではなく共存で、安心安全な場を作り社会との接点を増やすことが大切だといいます。やっぱり適切なサポートを1回して受容してあげることによって症状は軽快していくことが多いんですよ。いろいろな方と会っていろんなとこに行って、ね、今ここは安全で安心で、ね、今が昔の自分ではないということを経験していただく。今あの平田さんはこの状態にあると思います。年末、圭一さんはありのままの姿で話すことができる東京の友人に会いに行きました。朝準備をして出てきたのは14歳のるいくんです。今日この後の予定とかって、1時までにどこだっけ、東京メトロの浅草着けばいいからとは聞いてますけど。圭一さんからの引き継ぎ通り駅へ向かうと、それを、こちらは牧です。今はルイだ、え、今圭一じゃなくてルイ君が出ているんです。ジャケットちょうだい、寒い。あ、いいね。ルイ君と牧さんが会うのはおよそ1年ぶりです。あんまり浅草の街を歩き始めてすぐのことでした。ないあんまり本当に。ああちょっと待って、はい、ちょっと待って。どうした、足痛い。割と分かんない、分かんない。壁際寄って倒れるよ。別の人格が出ると気づいた牧さんはるい君を人通りの少ない場所へ。すると大丈夫、大丈夫、どこがかかる、ちょっと待って大丈夫、浅草ついてる。あ、マジ、うん、今移動中。はい、待って、これ何、これ寒いからだって。俺も暑い暑い今ちょうどるい君から KH になってる、 KH に変わったところで、はいはい、この時修学旅行で浅草に来た思い出が圭一さんが表に出てくるきっかけになりました。解離性だから何かしてあげようとか何かしてあげなきゃとかはないんで、単純に人格がたくさんいるっていうだけだと思って自分は接してるんで、だったら別に普通の人と変わらないじゃないですか。圭一さんが目指すのは普通の生活を送ることです。なぎとかなるとか喋ってて、あ、案外普通なんだなって思いませんでした。普通なんですよちょっと人がいっぱいいるだけでその時には他の人格さんも一緒にいる未来ですか。一緒にいる未来で考えてます。普通のことに対する羨望はありますけど、きっとそれは俺だけじゃないと思うんで。悩みながらも他の人格たちとの共存を目指す圭一さん。みんなと同じ社会で生きていけるよう前へと進もうとしています。